はい、こんにちは。バーサーカーモンキーズのゲンゲンとグッサンとカーズです。お願いします。お願いします。ということで、今回もねモンスターハンターダブルクロスやっていきましょうということで、はい、今回も2本立てですけれども、はい、あ、そうや、ちゃうもう受けてくれとんや今回もランダムクエストちょっと、そうそう行くということで、こちらね、あかんわ、これあれ出てこんのか、あ、これで出てく、あ、これね、テオテスカトル討伐または撃退ね、これ行きましょう。あ、もうあれか、みんなだいぶ準備できてるか今。もう俺はもう OK、 珍しく俺はもう、あの、やれや、カリュウの尻尾はバックの中入っとくかあかんわ粘着層も入ってるやばいやばい、どちらかと激りも入っとる、やばい、散らかしっぱなしやん散らかしっぱなしできとるやんやばいやばい、また怒られる、お母さんに、お母さんに、もう俺片親やけど悲しくすんなよこっちもなんて声をかければいいか分からへんまあ今日はローテンションでお送り出しましょうか。じゃあ確かに確かに、そう、テオテスカトルが盛り上げてくれるから、じゃあ行きますか。熱い熱い男やから、行きます行きます行きますよ、行きましょう、よっしゃ、レッツゴー。ちょ、カーズ、いつものよ。ああ、ほんまや。せーの。ちょ、カリア、行こうぜ。あ、ちょ、待って。あ、ちょ、間、間何やったんや、あれ。あれ何やったんや、間、間は。で、受けたやつが言うシステムやったんや、これ。あ、そうそうそう。お前がその、ひとかり言わないとさ。ちょっと遅れて言うなもんな。うん。ちょっとラグがありましたね、今。ちょっとラグがね。ありましたけど、ラグがひどい、今日はラグ、ラグがひどいです、ね、ラグ多めで送り出します今日なんかいっぱい条件ついとるなローテンションでラグ多めで、うん、おい、7います。 7いますよ。遠いな。いや、遠くないよ。おっと、俺が主役カメラやのに、もう、あ、お前ここ切るよ。なんで、ここ切るからお前ら黙っとけ。なんで、いやいやいや、もう黙ろうかな、じゃあ。いややろ、お前らがいくら話盛り上がっとっても、俺、何も捉えてないねん、画面に。火山のこの景色、のみ。こっちから行った方が近い。いやん、世界の車窓から、みたいな感じで。現代の車窓から。いややろ。世界の車窓からこの地獄みたいな景色。リリリリリ。合わんねん。リリリリ。合わんねん、BGM と、絵面が。あ、今窓の外にテオデスカトルを見ましたねファンタジーやな、やばいさあ、ということでね、テオデスカトル行きましょうちゃんとあのここに来るまで黙っとってくれたんで、2人とも変わらん変わらん、あ、ちょちょちょ、あ、さっきものカットなんや、今の、あ、カットカットよかった、 A の使って逆に、いや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 、ガチで嫌そうやったから、あ、嫌なんやなと思って、嫌です嫌です、使っていいんやったら言うてちゃんといやいや、よくないですね、というわけでねとこういう時に特にというわけでねって言うの、いやいや、というわけでねに失礼やろ、その使い方をいやいやいや、お前の私利私欲のために、いやいや、元気も私利私欲のために使ってるよ、いつも自分そこ全部話進めてそれしゃあないやん、あ、俺のあの独裁政権なんやから、独裁政権なこれ、あ、やばい、これ、あ、ちゃい、あ、それね、あったね、危ない、あ、でもあれや、なんか演出が短い、威力がそんなにない、なんやこれ、あれって緊急回避じゃないとよけねえの、近くおる場合、いやと思うけどな、そうなんや、なんかスーパーノヴァやっけ、そんな技なんや、そうそうそう、ジークブルームノバね、ああ、バトスピの話じゃないけどねジークブルームノバかっこいいんよこれが、あ、懐かしいな、赤を基調としとってんけど、ジークブルームノバになると白を基調とした鎧をまとうのよね、あれ、ああ、懐かしいうわ、これ尻尾、あんな細い尻尾にピンポイントでくっついたのすごいな、何が、鉄鋼竜だ、鉄鋼榴弾か、これ楽しいよな、鉄鋼榴弾、なんかもちもちしたやつがなんかくっつくんやけどもちもちして
もちろん触ったことあるんや、鉄鋼榴弾。いや、あんのよ、実は。いや、そらな、俺ライトボーガーやから。ライトボーガー。ライトボーガー。ボーガー。もうそこまで言うたらもうガンナーって言えよ。ボーガー。いやいやいや、最近だからライトボーガーしか使ってないから。ライトボーガーなんやから。ボーガー。長なっとんの。いや、最後、運やからやっぱ、なんで、なん、ER つけた方がいいかなと思って。なるほどね。ガーで ER つけるか、んで ER つけるか、ちょっとな悩んだけど、こういう決断を今回させていただくに当たりました。はい。ジークブルムノバ今日滑った時はジークブルムノバって叫べば、助けてくれるから、大丈夫。あ、仮技じゃないで、ちなみに。仮技じゃない。ジークブルムノバは仮技で、何の縁もゆかりもないから、これとは。ちゃんと動画の最初につけとかな。ジークブルムノバは必殺技ではありませんピンポーンってすごっ、何製薬の CM それ小林製薬しかないやろそんな。あ、小林製薬なの。おい、だいぶ誘導したなピンポンだけで。俺小林製薬の広報さんじゃないから、ちなみに。ああ違うんや。うん、ちょっと疑っとる人おるかもしれんから念のため言うとくけど、まあ小林製薬の広報さん、ジークブルムノバって言わんか危ねえ。お前分からんぞ。ちょ、今のせいで、今の発言のせいで、あの、小林製薬の広報さんが、ジークブルームノバってもう二度と叫べんようになってもたら、お前のせいや。いや、別に叫ぶ権利は誰にでもあるよ。例えば小林製薬の広報さんでも。うわ、そんなこと言われたらもう、俺叫べへんやん、ほんま叫びたいのにって、ジークブルーム、あ、じゃあ、あの、小林製薬の広報さんが思っとるかもしれへんやん。もう絶対 SNS 見られへんやん、そんなやつ。なんか丸々な人はこういう人だっていう人に当てはまった時に、うわ俺 これやんもうなえたわみたいな。いやでも小林製薬の広報さんが仮にそういう人やったとしても、やっぱそれ責めるのはちょっと筋違いじゃないかなと俺は思うけどね。ああなるほど。ちょ死ぬかと思った。今すごいことだったな、体力。なっとった、なっとった、なっとった。グッさんが死にかけたよ今。大丈夫大丈夫、今日俺粉塵持ってきとるから、いざという時は俺に任せてくれ。いつも持ってきてんのに使ってへんやん、あなた。いた。すごい、テオテスカトルが肩入れしたぞ、お前。せやろがいっていう勢いで突っ込んできた。すごい、ありがとう、テオテスカトル。ちょっと尻尾切らせて、お礼と言ったなんやけど。サイコパスすぎやろ。いやこれ分からんなん、ちょっと分かりづらいわ、これ。カッコンさん、うん、まあまあ、だからストライGの爆破エフェクトがいいの。ストライGの爆破エフェクト、あ、なんかそんな感じだっけ。え、トライGあのブラキディオスぐらいしか爆破属性持つやつおらんかったから、あのほんま粘菌みたいなあれエフェクトやってる。粘菌、粘菌、ああ抗生粘菌の話か。プシャーみたいな、そう液体みたいな、なんかケミカルの液体みたいなのがなんか飛び散る感じやって、はい、で最初緑でだんだん赤くなっていって爆発するみたいな。やばい、あ、あ、くそ、恒星年金っていうボケも拾ってくれんし、死ぬし。え、いつ言うた、いつ言うた、それ言うた、言うた、さっき言うた、さっき言うた、嘘、さっき言うた。俺の説明の途中じゃなかった。説明途中で言うたで。それは聞こえんわ、俺説明するのに必死やから。まあもうこわ、もうマルチタスクやな。ちゃんと終わったの確認してから言わマルチマルチタスクやな、マルチタスク。いや今の別に俺悪ないやろ、だって。いやいやいや、俺ちゃんと説明を全うしようとしてただけやん。天命やん俺の説明するのが。トライジのバカエフェクトどんなやったっけって聞かれたから。ああなるほど、沖縄博士役やった。こっちはちゃんとそう、あの自分の納得のいく説明をしただけ。はいはいはい。それに飽きて、早々に飽きてさ、変なボケかましなんか聞こえにくい声でボケかましたのがお前や、で死んだのがお前や、情けなく。めっちゃ怒るやん。そう、つまり今の数分で怒ったのはお前が死んだということだけ。はいはい、悪かったのは死んだ、あのなんて悪かったのは死んだ。人の大声をなんてって聞き返すやから。粉塵使っていうか一応持ってきてはいるんや。まだ大丈夫じゃん。まだ大丈夫。うん、あ、粉塵持ってきとんや。一応持ってきとん。
今回粉塵めっちゃみんな持ってるやん。でもみんな未だに出し渋っとるから。え、俺ちょいちょい使ってるで。あ、使ったん。うん、うん、無駄ならもうないもん粉塵。これ終わった、これ終わった。ない、これ終わった、うん、いや、ちょっと待って、分かりづらくない、これ終わった。ちょ、はよ、でんぐり返ししてないで。でんぐり返ししてないで。電気が終わる、電気が終わる、電気が終わる。急に、ね、狙ってるな、俺のこと。必要に、やばいやばい、今必要に狙ってる。すごい。俺絶対、やばいやばい、絶対回避ないんやって、今。やばいやばい。やばいやばい。危ない。ちょ、尻尾切りたいのに。尻尾切ってくれや。待て、やばい。あ、来るぞ。あー、くっさん。マジで、これ勝てる今回。くっさん。あ、俺も知ってるかもしれない、これ。マジで、やばいやばい。それはやばい。非対戦、モリモリにしてきたのにな。ちょっとやばいな、今日。武器しまうの間に合わんわ、これ。やばいやばい。いや、これ絶対回避いるんやって、やっぱ。あー、いるか。来るぞ。いよいよ使うか、絶対回避。うん、絶対回避絶対つけといた方がいいで、うん、絶対肩になるんや、うん、絶対回避を絶対回避の絶対つけんとあかんのな。絶対後悔するでぐらい言うとった方がいいかな、最後な、はい、ごめん、ダメ出ししてガチに。今のなかなか良かったね、サービスショットやったね、今のサムネにしよう。何が起きたんや、やばい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 。ああ、これ前方もあるんや。あんまり気にしなかったから、こいつの技をあんま観察しなかった今まで。なんで、あ、待って、引きずっと引きずっと、引きずったな、今完璧に引きずったの。うん、引きずっとった引きずっとった。ちょ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 、やめて、多数の求人から。あ、デューだデューだ、やめて。なー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 。いや、ドゥーだ。ちょっとパソコンの画面暗なったから、マウスクリックしたら YouTube の動画が再生されて。ドゥーだが、ドゥーだの CM まだ流れる？流れる流れる、ずっと流れてない。最近見えへんけどな。この調子だと一生流れるぐらい流れてるよ。そうかな。もう仕事辞めろっていう感じじゃない。確かに、それ広告じゃなくて、ほんまにお前のためだけに流れとんじゃん。マジか。まあまあ、今日転職調べてたし。まあでも俺も結構流れる、でも。嘘、流れる。リクルート、ダイレクト。でもめっちゃ流れる。あ、リクルート、あれな。ゲンゲンがそういうの調べてへんから、じゃん、これ。いや、でも俺、インディードは流れるで。インディードは。インディードは流れるんだ。もうそこ流れんないの、うん、インディードは広告流れるし、なんかインディードを装った、なんか、迷惑メールも来る。怖怖いよね。オンディードとかなんや。なんて？オンディードとかなんや。いやいや、もうインディード。あ、まんま、インディードなんや。え、爆弾誰かある？え、ないな。持ってないやん。俺じゃあ行っとこうか。オッケー。お願いします。てか、毒投げナイフ使ったん誰か。あ、使ったで。あ、使ったんや。あ、まあ、どうしよっかな。チャージショットで行こう。そのままチャージショット。あ、起きた起きた起きた、やばい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 。チャージショット、チャージショット。あ、ちょっと。ああ。なんで？なんで起きた？急に。結構物音に敏感な人なのかな。チャージの音でってこと？チャージの音で。最悪や。そんな音、そんな音でかかってんの俺。そうか。そんなでかかったか、チャージの音。あ、これエネルギーチャージせんでよかった。お前、チャージの音にやっぱ、あれなの。あぶねあぶね。チャージの音だけ結構聞こえちゃうんかもな、人一倍。ああ。あ、やばい、殺されると。ここで死ぬのめちゃめちゃ緊張感すごいねんけど。もう死んだら終わりよ。そやな。な、珍しいやつがプレッシャーかけてくる。確かに。カーズがプレッシャーかけてくる。カーズいつもかけられる側やのに。うん、なあ、お前はいつも死ぬ、いつも死ぬくせに。カーズの成長を感じたわ。あっつあっつあっつ。いや、俺もあれよ、生きるの必死よ。いつもやん。生きるのに必死なやつが仲間にプレッシャーかけんない。最悪やもん。プレッシャーかける余裕はあるやんけ。
ほんまやで。いやもう第1回の時からずっと言ってるけど、やっぱ生きるがテーマやから俺は。あーなるほどね。あーテーマぶれへんな、なかなか。第1回言うとったっけ。マジレスごめんやけど第1回言うとったっけ。もう覚えてない、覚えてない、などと供述しておる。アホそうやったな今の。今覚えてない、アホそうやった。覚えてへんわ。あ、死ぬかもしれんな。死なへん。よし、危ない。死ぬかもしれんで済まされへんから。せいで、これ結局最後に死んだやつがおるからな。お前ら。お前だけは絶対言うな。ちょ、尻尾ブンブンやめて。されたわ、尻尾ブンブン。尻尾ブンブン。何それ。獣ヒカキン。獣ヒカキン。尻尾ブンブン。やばい。やばいやばいやばい。ちょ、ピヨッタピヨッタ、やばいやばいやばい。あ、危ない、ナイスナイスナイス。ありがとうございます。ゲンゲンが粉塵を巻いてくれた。いや、俺もう 2回目やで、これ。2回。どっかで1回使った。あれどこで使ったか忘れたけど。怖い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 。今まで粉塵使ってへんやつが無意識で使ってる。怖い怖い怖い。自分のためかもしれない。ちょ、早死んでくれ頼む。長いな、この緊張感。俺もこの緊張感に耐えられへん、もう。珍しいよ、俺がここまで緊張するの、この場所で。ほんまよ、俺も手汗すごいから、ね、ちょっとね。あー、しよしよしよし。ナイス。それカーズがすごい、今まで一番声出てる。いや、それぐらい熱い戦いだよ。なるほど。いや、マジで熱かった。20分かかっとうからね。マジ怖かった。お前過去あれじゃない、ターじゃない、最長か。いや、正直マジで怖かったもん。俺死ぬかなって思いながら。お前でも2回もな、誰か死んどったらもう。あ、お前さすがにもう次死んだらやばいよな。あ、我が家に死神見えたもん今。お前よ。死神おったわ、実は。死神おった。死神おったわ。竜子おったのに、竜子によう生き延びれたの。もう、すげえな、お前。我が家死神が見えるレベルで緊張した。危ない、リンゴ渡さなあかんなるとこやったで。ほんまや。そういう世界観なんや。うん。世界観デスノートなんや。世界観デスノートです。計画通り。死神といえば。リンゴ渡したら許してもらえるの？あ、許してもらえる。なんかブランドものじゃなくてもいいやな。ブランド、なんでブランドもの。大丈夫大丈夫。あのオーリンとかジョナゴールドじゃなくても大丈夫。あ、そうね。サンフジリンゴじゃなくてもいいや。うん、大丈夫大丈夫。ちょ、じゃあ続けてやけどいいか、ちょっと。もうや、これもう星さんラストなんで、正真正銘。うまよ、これね、しゃがるまがら。これでも俺が粉塵鏡持って行ったのはここが結構本命で、実はしゃがるまがら金属地やから、ステージが金属地、あれか、あのおじいちゃんと田舎に帰った時、おじいちゃんとかに、あ、ここには絶対入ってはならんぞっつって言われて、いや、あの子に入ってんかみたいな、あ、ここに入ってんか、そうそうないねん、そのシャレコアで出てくるタイプの。そうそうないねん。だからやばいの出たかもしれない。なんて、憎まれ上手っていうの出たんやけど今。ああ、憎まれ上手やばいんじゃん、お前狙われやすくなるんじゃん、最悪。個室やったらやばい。もう、いやいや、慶応術しか見てんかった。バッカー、シヤやば、また死神出てきたわ。塗ってきたな、リンゴ渡したのに。ちょっと後出しすごい、お前。ちょっと待って、またニュって出てきたわ。ニュって出てくるんや、死神って。そんな出てき方なの。次は行きましょう。しゃがるまがら。しゃがるまがらと、ガダルカナル。誰？タカ。画家？いや。芸能人、タレント。芸能人。え、おる？そんな。なんか、え、マジで俺ワイドショーで出てきがちな人。あ、ほんま？え、全然知らんわ、その人。あの、たけし軍団の。そうなんや。ああ。うわ、ごめん、俺がちょっと無知やったわ。無知で合わせられんかった。うわ、なんだこれ。別に構わへん。
でも彼女知っとんやったらちゃんと突っ込んであげてくれよ。なんて突っ込んやか分からんかったあれは。まあ確かにそれもそう。あんましそれも一理あるな。恥ずかしい。名前しか知らんけど。終わったやん俺。今日やばいやん。やばいですね。今日ゲンゲン叱られるし。叱ったっけ俺。もう忘れた。忘れたとは言わせねえぞ。嘘、いつ叱った俺。どんな内容で叱ったかはちょっと覚えてないですけど。叱られた本人忘れとるやん。そんなことある。いやすぐ忘れちゃうから。寝たら忘れるの息聞こえとるやろ。かわいとんな笑い方。確かにグッサンの言う通り。砂漠みたいな。そんなかわいとるかなと思ったらちゃんと可愛いとったわ、カーズの笑い方。サハラ砂漠。魚砂漠も。何やその自虐。気まぐれすぎるやろ。いや口ずさむ程度の。口ずさむ程度には日常から魚さばいてるってこと。そこまでだよ。サハラ砂漠。そこまでではない。漁しかなんか。サハラ砂漠って言ったんやろ今。サハラ砂漠と言った。魚砂漠じゃなかったんや。じゃあサハラ砂漠やって。あすごい。インフンじゃってなかなかの珍しい、なかなかの踏み方やってるよ。いや確かにな。今見とる、間違えてもおかしくない。今動画見とるラッパーがおって言うとるで。お多いねそれ。言うか。本人気にせず。どんなおめでたいラッパーや。サハラ砂漠、お魚砂漠、おってならん。ついなるもんやもん。やばい、拘束された。うわマジか、ちょっと待って、拘束されてますよ。いけるか、これ助けられるか。ああ助かりました、ありがとうございます。あおサブターゲット、サブターゲット俺を助けるってこと。グッサンを、グッサンを助ける。マリオのサブターゲット。おしゃ、尻尾切ったよ、尻尾切ったよ。お、切った、ナイス。ああナイス。これで今日の仕事終わりなんで僕帰りますね、じゃあ。オッケー、任せろ、あとは。ああ任せたわ、あとは。バイバイ、また明日な。ほんまに帰るわ。ああほんまに帰るかい。あ、ちょっと待って、戻り止まらせた。帰ってんぞ。いいね。死ななきゃ帰れない。戻り玉忘れるようなやつと一緒に狩りしたないもん、こっち。忘れ物の一つや二つあるやろ、みんなにも。みんなはどんな忘れ物をしたことがあるかな。コメントに書いてみよう。僕は命の価値ですかね。だから今殺戮兵器になっとんや。そう歩く殺戮兵器になっとん。うん、歩く殺戮兵器。それは確かにそうかも。あギルドに置いてきてもたんや、命の価値。あ、そうそう、命の価値忘れてきた。アイテムボックスに。アイテムボックスに忘れてきた。アイテムボックスに入ってるんや、命の価値。いつでも出せるんじゃん。アイテムボックスのあのモンスターの素材とかの中に紛れ込む。命の価値ちゃんと整理しろよ。いや確かにあん中に紛れ込まれたら分からんな。すごい、なかなかだるいことしてくれた。経験者を語る。助かりました。自動であの言うてくれることをわざわざ言うのやめてくれる。助かりましたって。拘束されましたも言ってたよねさっき。いやあれは拘束されてるやから。あ拘束されてるわって。はい、あ現状見てたんやちゃんと。そう、あえてでさずだから読み上げしてくれるから。あなるほど、自動で読み上げて。あえずんだもんみたいな感じなんや。まあゆっくりみたいな。言ってしまえばその感じ。そんな感じなんや。あのその辺の AI よりかはあの感情こもって読み、感情込めて読み上げてくれるから。まあ、あれは、まあ、誰か死んだんか思った。まだ AI とどっこいどっこいな口調では喋ってる。どっこいどっこいな。せめて買ってくれよ。AI の俺がフォローしちゃったのに訂正しちゃうん。いやでもこいついつ死ぬか分からんから。確かにあれよ、基本ずっと喋っとかないと。うん、めっちゃ全員黙り切った状態で死なれたらもう使えへんから。あのギルドからのスタート ということでしゃがるまから無事に倒せましたけれども。無言で
あのしゃがる間から倒れるシーンが流れ、そうそうそう、お前いや、あいつらあんだけ長時間やったのにこれだけみたいな思われるかな。これだからゼロ。意外に経ったんやもん、10分ぐらい経ったんや。そう、あ、15分か、うん、すごい、コリューまで出てきて取れ高ゼロってやばいな、俺ら。やばいな、それはやばい。一回中断した方がいい、レベルよ。あとで怒られるで、シャカルマがある。あ、さ、わざわざ俺ら呼んでてさ、取れ高ゼロってどういうこと言われるから。尻尾まで切らしちゃったんで。この秒数で怒られたらさすがにへこむわ。普通にこのあれなんや、このなりで口で怒ってくるんや。口で分かさせたい。さすがにちょっと反省するわ、それは。さすがに普段は反省せんけどみたいな感じになってるけど、どうもさせんしたって、どうもさせんした。反省したんか、それは。いや、普段よ、普段、まあ、普段、どうもさせんしたって。このこいつに怒られたら、まあ、あ、させんしたって、させん。変わらへんけど、謝ってないやろ。ちなみにあのガチで仕事怒られた時はすいませんでしたっていうのちゃんと、あ、まあ、すいませんでした。すごい、3種類変わってへんから。こいつすぐ仕事の話するやん。だそれしか俺ないもんね。カーズはカーズの引き出し仕事しかないから。だって24時間中の8時間に仕事前で。そう、ないよ。今日の話題がない、明日の話題もないよ。明日の話題もないよ。急に巻き込まれた明日の話題。読んだみたいな。やーい、走れまくるしかできない。攻撃して。犬の気持ちや。ドッグランと一緒やな。ドッグランや。走れまくるしかできない。ドッグラン飽きたやつや。もうここ走れまくるしかできない。まあそれ15分走っとったらね、まあね、もういいわって。普通に近所散歩したいってなってる。おお、さっさと死ねよう。いやでも今死なれたらちょっとまだ場が温まってないからさ。おい、おい、死ぬかい。死ぬかいっすね。意外と難なくいったな今回。すごい、俺の死ねという言霊が効いたの。ほんまや、すごい、呪言しかもしれない。あるんやほんまに。怖、まあ、デスノートの言葉バージョンみたいな。デスノートの言葉バージョン、めちゃめちゃ簡単やん。デスノート言葉バージョンできたら L 捕まらずに済んだって。確かに。死ね言うだけで。やっぱネタバレしてもた、重大なネタバレしてもた。何年前の、今デスノートのネタバレ気にするやつ。20年前ぐらいの漫画やあれ。ジャルジャルにやってほしいコント。今さらデスノートのネタバレ気にするやつ。ネタバレ気にするやつ。今コメント書いとって。今ジャルジャルの、ジャルジャルが見てくれてるかもしれん。ジャルジャルが、それいいねっつって。この動画ラッパーとジャルジャルも見てます。平気で嘘つくやん。すごいですこの動画。皆さんもコメントしてください。今日すごいです。おお、心なしか素材多いぞこれ。まあ、お前がやっぱ MVP やからちゃう。ああ。MVS やった。お前の精神攻撃で多分死んだから。ああ、なるほど。意外とメンタル勝負やったよね。うん、今しゃがるまがらに訴えられたら負けるな、じゃあ。ほんまや。示談したら。示談だから。あの、私のアイテムボックスにある命の価値より。あげるんで。もらってもしゃあないやろ、しゃがるまがらが。シップまでお前に切られとるから。確かに。お前、傷害罪や。やばいやばい。はい、ということでね、じゃあ次回、ちょっと緊急クエスト。いよいよじゃない。おぉ。はいはい、これね、相当のムクロというね、これ、オスとガロアというのが出てくるんやけど、これちょっと知らんということで、全員。知らんね。うん。うん、初見です。あ、初見の方いらっしゃい、びっくりしててね。全部一人でやるよ。この撃退らしいで、これ撃退オンリー、撃退オンリーっすか。うん、うん、らしいわ。はい、まあということで、じゃあ次回交互期待ということで。おお、はい、ということでね、ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。あくびまじりやめて。